はい、でもやです。タガツク、名字にタガツク選手のメディペナントを先生やっていきます。開幕戦、2028年開幕戦、ちょうど10年目かな。今年優勝します。絶対に。で、とりあえず、シーズン開幕するんで、まあ、留学生が帰ってくるまで飛ばしますか。16日なんで、だいたい10日ぐらいに帰ってくるのかな。違うか。まあ、1回とりあえずちょっと飛ばしてからの4日ぐらい。おお、いろいろできる。お、鎌田が200。あと6日、1、2、3、4、5。今年どうなんだろうな。早速負けまくってるけど、残り1日、借金に2試合連続2桁アンダーを打っている。ピッチャー陣が悪いのか。吉田が絶好調、和田蓮が絶不調。4番 TH 吉田。あー、ピッチャーだな。さて、留学生、誰が留学したのか。川田。川田って誰だ。あ、ショートにショートしたやつだよね。強っ。壁、いいね、いいね、いいね。お、育ってきたじゃん。広田を下げて、田辺上げの。川田、ショートとして来たやつなのか。他のポジションも覚えさせたいな。増田下げて川田上げるか。もう成長です。ピーク来てんの、普通なのに。早くねえか。なんか覚えさせたいな。お、結構あるじゃん。パワー左に覚えさそう。田辺はどちらかといえば対左とか覚えてほしいよね。初球でいっか。で、パワー比は誰に覚えさすか。こいつ変わったパワー比だな。パワー比、山田もなんか覚えてほしいな。流し打ち、流し打ちならこっちだよな。こいつも覚えないか。増田とかも流し打ち覚える。覚えておくか。あー、 6.1 タワだな。タワだ、こきたっていうこの FA コンビかな。活躍してない。まあ、とりあえず序盤なんでこのままで様子見ますか。とりあえず一気に飛ばしていこう。あー、怪我した。強打が200ギター。あんまギターやらなくてほしい、やらないでほしいんだけどね。そしてスランプ。山田ショートで使おうか。こうだな。食べ入りとかも使っていこうか。調子が悪い選手がいるのならば。2割1分ってなると食べ使いたいな。川田とかも使いたいね。まあ、とりあえず様子見ますか。とりあえず飛ばして。あ、そういえばね、前の何個か前の動画で俺が2軍にいる女が嫌だって言ったじゃん。俺なぜ、俺今まで多分ね、あんまりね、女の子、女をなんか悪く言う発言ってあんまり動画でしてなかったと思うんだよね。でもなぜ俺がそういう発言をしたかっていうのをちょっと今日は語らせてくれ。まず俺はもう今ゲームの動画、ゲーム実況の動画を上げて2年経ちました。で、俺はね、その上げる前はもしかしてワンチャンオフパコができるんじゃないかと。俺は視聴者と100人俺のこと好きなやつがいたら4人ぐらいは俺の好きな女がいるんじゃないかという期待を俺はしてたわけですよ。で、4人いたら週1で、ま、女回せるじゃん。ちょっと4割3分5厘13本なんだけど、週1で女に回すと、
何が言いたいんだ俺は。ちょっと待って、ゲームしながら話すのむずい。週一でこう女を回せるから、やっぱり女をディスするような発言はあんまり良くないと俺は思っていたんだよね。でも俺は気づいたことがあって、もう無理だ無理だってことを気づいた。あの女視聴者なんてうちにはいないっていうことを気づいてしまった。一応 5% ぐらい女視聴者がいるんだけど、多分その 5% っていうのもあれなんだよね、あの親のあのママのアカウント使ってるあの小学生なんだよね。そうなるとほぼ 99.99999% 女なんだよ。それかネカマか、ネカマか親のアカウント使ってる小学生しかいないんだよ、うちの女性リスナーじゃないか、女性視聴者っていうのは。でそういう風に考えると、やっぱ女はもう、うちに女はいないんじゃないかと。じゃあもう言いたいことを言おうっていう、言いたいことも言えない、そんな世の中じゃポイズン状態だったんだけど、いや俺はもう言いたいことを言おうと思ってそういう発言をしたわけですね。あとね、もう一つあってね、あの嫌いな女あるある、あの俺も最近ね、ちょっとあのいろいろ女の子とお酒を飲むことが多くなりまして、なんて言えばいいんだろう、ちょっと可愛い女の子、そこら辺の子よりやっぱちょっと可愛い女の子ら辺とちょっとお酒を飲むことがありまして、でそれでその女の子の話を聞いてたんですけども、その女っていうのがちょっと待って、ちょっと一回オーダー設定させてから話させて、その話ちょっと待ってくれ。すごいサモリキューブ5に打ってる、今日だが全然打ってない。すごいなこいつ、めっちゃ撃ってんじゃん、バケモンかこいつ、もしかしてバケモンなのかもしれない。旅使おうか、強打外してこれでいっか、これでいいでしょう。あ、耐えたり、あ、強打が耐えたり強いんだ、じゃあこうしよう、耐えたり B、 耐えたり F、よし、じゃあさっきの続き話ね。オーダー変えながらこの話するのめっちゃむずい。その女がいて、その女と喋ってて、なんかプロ野球選手の誰々とやったみたいな話をしてて、あとなんか芸人の誰々とやったことがあるみたいな話をしてるやつがいて、なんかめっちゃ自慢げに私やったんだよねみたいな感じ言ってきたけど、いやお前はやったんじゃなくてやられたんだぞと。向こうのプロ野球選手が芸人からしたら、うわこのクソ女は顔は可愛いけども頭悪そうだからとりあえずやっとくかみたいな感じでやられたのに、なんか私はやったみたいな、いやお前はやられたんだぞって言うの俺はめっちゃ痛かったけど我慢した。例えばあのよく男と女の関係をあの城に例えるじゃん。男の場合はあの例えば100人100個の城を陥落させた武士と100個の城を開城させられた城ってどっちがいいって言ったら、やっぱり武士の方がやっぱすごいじゃん。やっぱ侵略する方がやっぱすごいじゃん。そういえば男は侵略する側じゃん。女っていうこの城をこう股を開けさせることによって城を開城するみたいな、攻めるわけじゃん男は。で女はただ開けられてるだけじゃん城を。それなのになんか偉そうに私はなんかやったみたいな、クソみたいなやってるやつはマジで死んでほしい。向こうからしたらこいつちょろいしすぐやれるからお前でいいやみたいな感じなんだよ。それが痛かったんだ俺は。俺はちょっと今日はそれが痛かったんだ。ただゲームしながら話すのめっちゃむずい。今度からゲームしないで話そうか。普通にこの話は普通に話したかった。ただね、この話をしてるとね、全くゲームに集中できないからね、全く見てなかったよ。何があったのか全く覚えてない俺は。もしかしたらここをちょっと思いっきりカットしてるかもしれない。だって俺も自分で何言ってるかあんま覚えてないしね、なんて話したかも覚えてないし、何があったのかも覚えてない。強打がクソほど打ってないんだが、強打外すかこれ。どっち外すか。ヒロタはだって外野で入るでしょ。そうなったら外野ヒロタ鎌田島田になるから DH かってなると強打がいらないか。
松田レフト、広田ライト、 DH、 3割打ってんのに外されてかわいそうだな。2割4分7厘20本と2割、うん、こっちの方がいいか。3割20本、3割2分28本、3割5分1厘20。山田哲人なんですけど、山田哲人こいつ山田哲人になった。3割2分9厘12本。対左は、対左はどうしよう。サード、ファースト、ショート、セカンド、まあ、対左用に兄弟入れるのもよかったな。前か一応2割8分8に打ってるしね、こいつ。だ交流戦ってもう終わったのかな。終わってるな。もう8月か。ちょっと俺が長く喋りすぎたな。俺がその女の話をしすぎた。だ俺はもう諦めました。女視聴者はもういら、もういりません。女視聴者。じゃあ俺も女視聴者がね、来ると思ってたんだよ。女視聴者とかできて、なんか、女にモテて、なんかオフパコとかできんのかなと思ってたんだよね。YouTube やったら。嘘じゃん。詐欺じゃん。騙されたんだけど、YouTube にマジで。YouTube やったら女にモテるって聞いて YouTube やったんだけど、全く女にモテないんですが。そしてヒロタもノリノリじゃなくなるし、どうせ打ってないんでしょうお前らは。うち打線めっちゃ打ってるのに絶対ピッチャーがゴミクソ打たれてるわ。強打が絶好調になってる。上げてやろう。2軍でやっぱり2軍で頑張って傷を癒してきたのかな。キャッチャー3人体制してみるか。すごいなこいつ、1年目で4年だ。1年目からでも上げたらあれか、FA が早くなっちゃうから田所にしとこう。京田帰っ、吉田帰ってきて、田部井帰ってき、うーん、そうだな、吉田田部井のがいいな。9番に吉田な。いや9番に田部井置いとこうか、足が速いからな。いやでもホームラン打てるからな、7番に置いとこう。で対左は強打使いますか。肩がな、でもこいつ守備範囲がな、セカンドやっぱり肩を優先した方がいいのかな。問題はピッチャーなのかな、うちの。ああ6点台でローテずっと持ってるのはダメだ。それはダメだ。俺が全く変えなかったからな。タワーとかなんか2年ぐらいずっとおえおえくんな気がするんだけど。吉田あげるか。なんでお前絶好調なのに6点台なの。絶好調って何、絶好調とは。こいつは5点台だし、4点台7点台、7点台が勝利の方程式です。そら負けます。田原はいいんだ。誰だ打たれてんの、こいつか。あげるやつがいないんだよな。みんな一発持ってるしな。松田、京田も4点台か。抑えが4点台きついな。リード時ビハインド、配線処理ビハインド、配線処理、守護神ね。抑え誰かいねえかな、やってくれるっす。寺田が良かったらいいんだけど、抑えがいないんだな、うち。これたまにはこういうね、あんまり動画に関係ない話もしていくのもいいのかなというふうに、俺はこういう早送りしてるときは思いました。
だからこういう風な雑談をメインにしちゃうとゲームに集中できねえ。ただの雑談動画になってしまうからね。俺もでもいろいろ思ってることあるんだよね。こういう思ってることを言ってこうか。あとね、俺も思ったらこういう早送りしてる間とかってコメントとか読もうかなと思って、コメントの質問、たまに質問とかあるけど、あんまり返してないから、コメントに対する質問っていうのを、だそういうのも返していっていいのかなと。わざわざ質問動画作るのもね、なんか嫌だしね。なんか質問動画作るんで質問してくださいみたいなやつは俺嫌いなんだよね。なんかそれってなんか趣旨違くないっていう、質問が多く来てるからそれをまとめて動画にしましただったらわかるけど、なぜお前のために、お前が質問動画作るためにこちらが質問のコメントを書かないといかんのだと。それは質問なのかと。果たして質問くださいって言われてきた質問は質問なのか。そういう哲学の本を出してください、誰か。何も言わないで来るのが質問なんじゃないか。質問ってまずどういう意味だ。質問をまず国語辞典でググってからそういう話をしないといけないな。お、ちょうど5割だ。交流戦11位だ。ゴミだ。交流戦11位でどういうこと。セパセパパパセセパセセパパ、交流戦ゴミのような成績だが5割、ギリギリ3位。成長してるな、うち。勝率は下がってるけどな、順位は上がってる。果たしてこれは成長なのか退化なのか。順位を見ると成長してるが、勝率を見ると退化している。深いな。どこ優勝したんだ、オリックスか。オリックスだ、強いオリックス。オリックスまたあれか、伏見トライが薬物使ったのか。うちの打線強くね。2割9分8厘14本、3割6分6厘26本、3割1分7厘13本、2割9分6厘29本、2割5分6厘34本、2割5分3厘2本、2割8分6厘6本、2割7分6厘6本、2割9分2厘2本。強くね、うちの打線。そして控えに3割います。3割2分9厘もいます、控えに。こいつが覚醒したの。なんで急にこんな覚醒すんの ?3 割6分6厘、中出しじゃないこれ。29本覚醒した。よーし、あ、俺スキップだしてたんだ。お、山田が1回からいきなりホームラン打ってる。さすがだな、山田哲人みたいな成績になってるもんね。マー君がタイプ1位になった。島田が固め打ちになった。マー君この時期まだ成長するの。マー君は阪急、あ、清田がキレ丸覚えたのか。脱三振覚えるか。じゃあ脱三振か、脱三振だな。牽制丸、貝またぎ、うん、コントロール、太田はミート D にするかパワーヒッター覚えるか。粘り打ち、粘ろう。安田パーヒット覚えたか。高速チャージもいいけどね。あ、ミートあげるか。パワーあげるか。あ、パワー上がんねえ。吉田はもう伸びなくなってきたな。弾道差にしとこう。とりあえずミート A になったんでね。パワー C やった。こいつパーヒット覚えるか。ちゃんめの流しの固めのちゃんめのさよならのパワーヒッツイヨ。パワー C68 でパワーヒッター意味あんのかな。まあいっか。あー、三振ついちゃった。なんでみんな三振つくんだ。強打微妙だな。得の一歩あんのにね。安田もね、パワーヒッター降格だ。終わるのに2割4分。こいつは三振ついてんのに2割9分6に打てるからな。すごいよな。お前どうしたんだ。こいつでも毎年3割打ってるよな。なんだかんだ、なんだかんだと言われても。答えてあげるのが世の情け。武蔵、小次郎。よーし、簡単に。簡単にな。ここはもう余裕で勝っとかないと。
能力が下がっていたことは気にしない。無視だ。よーし、オリックス。打倒オリックス。オリックスはもうマジで、うちがもう絶対倒せない。おぉ、伏見トライがいない。ここ、えのき行くか、先発。スタミナ F36。F36 でも絶好調で、うちキャッチャー A だから、やれる気がする。うちの投手陣ならお前はまだ参える。まだ先発としてやれると思う、俺は。早く武田を出荷しろ、オリックスは。あ、でも武田出荷してもな。うち出るとこあるか、吉田とかがいらないか。いや、いるけど。いるけど武田の方がいいって話ね。山足ついよ。でも一番下の1人だ。なんだこいつ。西浦、おお。吉田じゃん、うちの。後ろの吉田みたいだな。武田3割4分5厘9本追与。浅村3割6分8厘。浅村も衰えてきたな。パワーが減ったな。打率はまだまだ高いけど。安藤2割5分より29本。もう3割10本3割4分4厘14本。すげえ岡崎2割9分3厘8本。白崎レギュラー。白崎伏見トライはもうダメだな。周平は頑張ってる。この山田取っちゃダメな山田ね。この山田はうちの2番の山田と同一人物です。ドッペルゲンガーだから同時に同じチームになったら死にます。こいつはミート型なんだ。思いっきりパワー上げてたけど。山田ごめん。1-0。あーバカ。いやー、回収回転取ろう。強打か。なんで出てきた強打代打で。岸田の方が良くねえか。いやでも大左でついてんな。フランサしかもゼフ長。これはいける。3勝0敗。いやー、先発藤浪からの沢田すごい。そして中崎ひどい。藤恵まれた中継ぎ抑えからクソみたいな先発。そしてフランサゼフ長。これはいけるぞ。こっちは大左でだぞ。頑張れ強打。今年2割5分3厘と納得いく成績を残せなかった強打がここで。ダメだこいつ。どうしよう。対打率ここで安田を出すか。ここで安田を出すべきなのか。吉田に代打送らない。山田に代打送らない。いやもう ここら辺代打送らないって考えると、ここに思い切って扇風機持ち持ってるんだったら安田を代打に送ってもいいんじゃないかという説があるんですが、どうですか。送ります。追い込まれたら終わりだ。もう追い込まれたら安田で行くしかねえ。よーし、今の強打だったら振ってた完璧に。バカだから。あーバカだった。こいつもバカだった。お前はバカだったのか。ここで吉田。ミートがクソでかい吉田。お？入った。シーズン2本しかホームラン打ってるのに。すごな。すご。ここで1番島田。チャンメ発動してるよ。そして片目打ちも発動してるよ。あ、今それ。それ吉田が打ったやつホームラン。打たないと。フランサーの球が軽いね。イエーイ。いけるぞいけるぞ。ここで3割6分6厘男。化け物。平良に対して4割8分5厘。怪物山田。すごくねこいつ。こいつ応援歌つけてやろうか。西武のちゃんとだからこいつの応援歌にしてやろうか。一応俺も応援歌何曲かダウンロードしたんだよね。栄冠ナイン3勝1年で全員打ち気にしたら1年で優勝できるんじゃないか説。そんな名前だっけ。そんな感じの名前の動画参照。その動画で俺は栄冠ないんで音楽使ってるから。ここはホームランを打つべきですが打たないです。終わった。2球連続失投。バカ。はい、逆転スリーラン。バカがいた。2球連続ど真ん中にヒット投げるやついる。すごっ。
はい、完璧。いや、和田安田をね代打に出したときはどうなることだと思ったよ。やっぱゼフ長フランスはダメだな。球速も全然出てないしね。はい、2者連続153m。 はい、完璧。ここで池田2割5分6に35本95打点。池田なかなかチャンスで打ってんじゃない。対打で2割9分打ってる。こいつはダメなのか、もしかして打てないのか。こいつは流れに乗って3者連続。あ、終わった。これ三振ついてるのか。まあ、ファーストランク金髪なんだけど、うちのファーストランク金髪の件について。はい、本当うち先発だよな。あと先発がしっかりしてくれたらな。今年はマジで5点台のゴミだったからな、先発陣が。5点台、6点台か。FA で補強した2人が6点台のゴミっていうね。安田をサードで使うか。池田でいっか、別に。いや、こうしようっと。ここは守備を変えて、代打はもしかしたら打たれるかもしれない。よし、危ねえ危ねえ、危なかった。てかヒーローは鎌田じゃないんかい。逆転スリーラン打ったのに、逆転スリーラン打ったのに3安打の山田に負けるという。すごい、9回に1234ホームラン出ました。1本打たれてるけどな、ホームラン。クライマックスシリーズ1戦目からめっちゃ面白い試合してんな。そして榎田を抑えてたのか、見てなかったの。あ、本田7点台か。田口今年良かったね。3点台。高田が不調か。強打使うか。不調ね。強打使おう。強打を使って9番だな。面白い試合するね。うちとオリックスの試合は打ち合いか。いや、オリックスはでもピッチャー強いんだよな。先発はゴミだったけど中継ぎは強いんだよな。とか打線も強いんだよな。打線ならうちの方が上だと思う、オリックスより。今までの打線はオリックスの方が上だったけど、うちは投手陣がゴミだからな、その代わりに。よしよしよし、10点取った。うちのピッチャー陣は基本的に6点か7点ぐらい取れるんで、8点9点ぐらい取らないとな。初めて日本シリーズできるぞ。ちょっと待ってくれ。木田でいこう。ゼフ長太田使うか。あれ、浅村が出てない。ラッキー。もしかして周平か浅村どっちか出れないのか。なんだそれ。絶対両方使った方がいいでしょう。めっちゃ打つんだから2人とも。日本シリーズ行きたいな今年は。頑張れ。無理かー。なんか勝てる気がしなかった。俺は見なかったのは、これは多分見ても勝てねえなってなったから、ここは1回負けとこう。先発だよな、どうしようかな。まず先発がいないんだよな、まともな先発がいねえうちに。1.13、成田くん行こうか。ここは成田くん。向こうはなんか毎回打線をぐちゃぐちゃ組み替えてくる。あ、そうだ、関係ないわ。あ、そうだ、ちょっとごめんね俺。あ、今日サッカーだと思って。今日ね、サッカー日本対イラン戦がやるんですよ、11時から。で、今10時ぐらいなんで、ちょっと後でサッカー見ようと思って、それだけです。あの、頭に思ったことをすぐ口に出しちゃうから俺、バカだから。あの、その回路が多分おかしいんだよね。
普通の人間ってこう頭で一回考えてこれは言っちゃいけないなってなったら言わないんだけど、俺はバカだからこれは、あ、これはこうだって思ったらすぐ口に出ちゃう。成田くん完封した。使ってよかった。成田くん使ってよかった。成田くん使ってよかった。今織田裕二のモノマネをしようとしたら全然似てなかった。笑った。全然似てなくて笑った。ちょっと田中正義行こうぜ。ここで俺出します、最終兵器、秘密兵器、秘密兵器、俺たち秘密兵器。田中耐えたり F、 怪我しにくさ F、 一発が消えた田中。お前完封してくれるんじゃないか、もしかして。ここは田中が完封してくれることを信じてる俺は。全然浅村を出さないんだが、向こうは3割6分6厘。あ、浅村に首位打者取られてんじゃない、もしかして。山田最悪なんだけど。浅村はもう首位打者何回も取ってるでしょ。お前山田なんて格変なんだから絶対来年以降あんな成績残せねえよ。どうせ来年2割2分ぐらいでね、ゴミだなとか言って俺に変えられるんだよ。あいつと一緒だんけ、あいつ、あの誰だっけ、あの3割8分打ったやつ、投手の、あ、室田1年間だけ3割8分打ったけど、あの全然活躍できなかったやつね。それ以降はいける。9回ツアー、野球は9回ツアーだから。フランスはまたまた、フランスはトラウマが植え付けられてるよ。田中正義は5回3失点。えのきが悪いな、どちらかといえば。5回3失点なら9大点だからの。うわー、チェンジアップ切れてるな、やっぱり。普通のコースストレートくるよ、次。あ、チェンジアップもっきゅう。うわー、追い込まれたな。怖いな、次のストレート。えぐいね。150キロしか出ないんだ、意外と。もう衰えてきてるのか、フランスも結構。入れ、入れ、超えて、よっしゃ、超えた、バカ。外野前進してる、バカ。よーし、どて。よーし、どて。まあ、アロマウェア、外野前進が普通か、セオリーか。だからセオリーをすればいいってわけじゃないからね。まあ、どっちみち取れてないね。日本のヒットを打ってる和田蓮。うち対左に強いから、やっぱりフランスはキラーじゃない、うちのチーム、うちの打線は。はい、バックスクリーン、アフターフランスある頭の上。ここで必ずアウトになる男、池田。池田がヒット打ったとこ見たことないんだけど俺、人生で1回も。ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。バブローズ、この回1番からの好打順になります。あれ、勝ったら優勝だっけ、違うよな、まだ違うよね。よし、あー、優勝だった。見ればよかった。まあいいや、日本シリーズ優勝した時に見よう。見ればよかった、ミスった。3位からの下克上。誰だっけこいつ監督。あ、ギータだ、ギータ、ギータギータだ、ギータ監督だ。鎌田のツーベース。からの和田蓮のホームラン。キャッチャーもびっくり、バットも綺麗。はい、外野にボールがポトリと。京セラドームって結構ホームランがあのグラウンドの中に入る球場ってあるじゃん、京セラドームとか。なんかどっちか分かんないよね、これホームランなのかホームランじゃないのかっていうのが分かりにくいから、なんかあの吸着剤みたいな、ヒューンスポッてくっついてほしい。ホームランゾーンにはなんか吸着剤つけて、それかアロンファルファ、アロンアルファ塗っといて、なんかくっついてほしい。マジックテープのあったじゃん、なんか野球のマジックテープでくっつくあのボールとあの的みたいなやつ、あんな感じで、なんかああいう感じにしてほしいです。俺はああいうのを、ね、望んでいます。お、来た、阪神との伝統の一戦。勝手に伝統にしてるけど、阪神との伝統の一戦ですね。うちと阪神の伝統の一戦です。今決めました、うちと阪神は伝統の一戦です。じゃあ今日はここでおります。次回日本一になってファンを増やして来年こそ優勝します。それでは皆さん、ありがとうございました。